大木屋は1933年から1976年8月21日まで千葉県千葉市にあった日本の百貨店と総合スーパーチェーンを展開していた企業である。本校では大木屋ジャスコについても記述する。千葉県庁舎右奥に見える大木屋、ジャスコ千葉店。安田栄治が東京での修行を終えて独立し、 千葉県千葉市に1933年に大喜屋モスリン店を開設したのが始まりである。その後大喜屋五福店となり、1948年に法人化して株式会社線や本店を設立して、医療品の大型店として繁盛し、1952年に大宮店を開店して、チェーン展開を始める一方で1959年には千葉市の本店を、 大木屋百貨店として百貨店を開業するなど売り場拡張を重ねて成長した。この大木屋百貨店は1965年に売り場面積9859平方メートルで30億円を売り上げて千葉県で第2位の百貨店となりライバルの奈良屋と激しい競争を繰り広げた。1969年に16店舗のチェーンストアを 構築していたが、さらなる発展を目指して、伊藤洋華堂との合併を目指して、伊藤正都の説得を試みて、失敗に終わると、代わりに1969年10月に、伊藤洋華堂などとともに、共同仕入れ機構なるさを設立するなど、大手チェーン化を目指す動きをする一方で、JR 千葉駅前に進出した千葉総合に対抗するため、1971年に、 松坂屋と業務提携してファッション関連の強化を図った。1975年に松坂屋との提携を解消すると前年の1974年9月に上場を果たしたものの首都圏進出が進んでいなかったジャスコを率いる岡田拓也が関東進出を図る上で規模、信用、人材のいずれでも大ギ屋が合併相手として 理想的だとして、安田栄治に接近して、合併を持ちかけ、1976年8月21日に、株式会社千屋は、ジャスコと合併し、その店舗網は、子会社として設立した大木屋ジャスコに引き継がれた。なお、合併前の1975年の、株式会社千屋は、百貨店と総合スーパーを、合計22店展開して、 売上高280億円を上げる中堅チェーンに成長していた。扇やジャスコに引き継がれた、この21店の店舗もは株式会社戦や2代目で、合併時の社長だった安田慶一がインタビューに答えている通り、1992年10月18日に閉店した千葉店を含めてその後のスクラップビルドで相次いで閉店し、 ジャスコとの合併20周年の1996年には合併時の全店舗が消滅していた。そして1999年8月21日に大木屋ジャスコはジャスコ本体に合併されて消滅し、66年間親しまれた大木屋の名称は完全に消滅した。なお、ジャスコ本体に合併された。 サイの大木やジャスコは総合スーパージャスコ15店舗と食品スーパーのマックスバリュー4店舗で総資産は約642億円まで拡大していた。現在でもジャスコからイオンに転換して営業中の店舗が多く千葉県内のイオンは2000年代以降の新規出店を除きほとんどが9000ジャスコの店舗である。なお過去には柏店、成田店、 立山店、津田沼店、木更津店があり、現在の4にもそれぞれ柏店、成田店、立山店、津田沼店、木更津店が存在するが、いずれも旧仙やジャスコとは別の店舗である。ありがとうございます。